ディスペアトゥーホープ、絶望から希望へ。第1弾、3月9日リリース、メロ。第2弾、4月2日リリース、ファイヤーフライ。第3弾、5月25日リリース、スノードロップ。苦しみの中にいる人たちの支えになりたい、ジャスパーのアーティストコンセプトを3つの音楽ジャンルとオリジナルストーリーで表現する3ヶ月連続リリース企画、ディスペアトゥーホープ。ジャスパーがさまざまな視点から描いた絶望と希望。それぞれの曲に込めた思いとは。これまで明かされることのなかったジャスパーの裏側に初めてカメラが迫った。第1弾、メローのミュージックビデオ撮影日。いやー、まさか今日に限って雪が降るとは。結構前かなから決めてて、したらなんか一昨日ぐらいに雪警報が出てて、えっと思ってある種持ってるそうですね。でも降るならもっと降ってほしかったですね。なんか久々にこの時間の渋谷に来ています。季節外れの雪が降る中、深夜の渋谷で行われた撮影。この曲では目が見えない女の子を通して他人と自分を比較し絶望的に感じたとしても、君にしか見えない世界もきっとあるはずという希望的メッセージを表現。キーとなる主人公には過去にミュージックビデオの主演も務めた若手女優、三倉萌を起用した。実際見えてなくて、ファンタジーの中でなんかディズニーに感じた。ある時はどんな表情、表情なんか口とかでもそっか、前なんかもう見えてるだけでハッピーだから別に笑わなくてもいい。ディスペアトゥーホープでは前作品自らミュージックビデオの監督も務めたジャスパー。やっぱり自分が作る音楽は自分が監督した方が一番伝わるのかなって思って、少しでもこの曲の思いを伝えたい。だからこそ細部までこだわりを見せた。うん、あ、ここが一番ダークですか。いや、まだあります。決めてないけど、よりダークなとこ行こうと思える。ああ、もう光がないとこで、ここでちょっとさまよってる感じ。今回から僕が全部 MV を監督させていただいてます。自分で考えてるのすごい好きなんですけど、なんか僕のだけだと本当癖強くなっちゃうから、なんかカメラマンの方とかいろんな方に相談して作っていこうと今挑戦しています。すごい。なんかあの目が見えない女の子みたいな。そうですね、そうなんですよ。そうですね、はい、それすごいなと思うと、なんかあんまりなくないですか、曲に目が見えない女の子みたいな。たまたまテレビ見てて、この曲作ってる時に、なんか目が見えない女の子のテレビがやってて、目が見えないんだけど、その音とかその声、人の声とかですごいそれがなんか幸せみたいな、その人にとって、なんかそれってすごいいいなって思って。そうですね、確かに。その人にしか分からない世界があるっていうか、普通の人だと分かんないじゃないですか。はいはいはい、あ、確かに。そういうのをなんかテーマにして曲作りたいなと思って。すごい。はい、実はこの曲は見えない女の子を多分パッと見は分かんないです。
でも曲の歌詞にも、ね、そうですね一応書いてあったから、はい、ああそういうことか照らし合わせてるのかなみたいな思ったんですけど、そうなんです。この曲の中で重要となってくるのが盲目のイメージ。その演出方法として撮影ではこんな工夫も。主人公に目隠しをすることで目が見えない女の子を表現した。一番こだわったのは最後のシーンですね。スクランブル交差点で撮ったシーンがあるんですけど、そこが一番こだわりましたので。いやもう雪ですごい大変な撮影だったんですけど、でもいいものが撮れたと思います。はい、見どころは最初からだんだん曲に沿ってストーリーがどんどん展開していくっていうところですかね。次はまた多分ガラッて変わった曲になるかなと思ってます。で今回とは多分また全然違う感じの曲を届けていきたいなと思います。そしてその翌月第2弾としてリリースしたのが自身の音楽ルーツであるハードコアやラウドをベースに制作されたファイヤーフライ。大切な人が突然亡くなるという絶望に対し、最後は相手が好きだったものを受け継ぎ相手の分も強く生きていく覚悟を決め希望を見出していく女の子のストーリー。メインの子が、女の子と、はい、でもう一人親友役の女の子で二人メインキャストで、主人公じゃない方の友達がすごいヘビースモーカーなんです。でも主人公はもう本当にタバコめっちゃ嫌いで、でもこの子とは昔からなんか同じ部活で、まあ、バスケかなんか同じ部活でずっとそれを通してまあ仲良く過ごしてた友達だけど、でもなんかこの友達の方が途中からグレちゃって毎日タバコ吸ってて、もう主人公はもう必死で止めようとするんだけどそれを無視してもうずっと吸ってて、である日その子がもう事故で亡くなっちゃうんです。で主人公はすごいもう絶望、もう死にたいみたいな感じになっちゃって、でも自分も死んだらその子の誰のためにもならないし、まあ、ちょっと、まあ、最後前向きになろうっていう気持ちでタバコ嫌いだった主人公が残してあったタバコを吸って終わる。あエモくないですか。いいエモい、エモいですよね。めっちゃエモい。アニメだったらめっちゃ泣いちゃうやつだ。そうそうそう。で僕もそれイメージしながらもうちょっと泣きそうになってきて。今作のミュージックビデオはライブシーンとドラマシーンの二部構成。ライブシーンではこれまでのポップなイメージを完全封印。自らディレクションした VJ 映像をバックに流すことでライブシーンの世界観を演出した。屋根
一方、ドラマシーンには主人公の女の子に現在 TikTok フォロワー140万人を持つ元ラストアイドルの水野真奈、そしてその親友役に大森聖子率いるアイドルグループゾックに所属する西井まりなを起用した。学校帰りにここから普通に歩いていく。怖っ。怖っ。あ、そこに動いた。今映ってる。映像だと思った。ブーショット的な感じですか。そう。あ、そうですね。それ、そのアングルいい。小学校回してくぜ。いえ。あ、いい感じですね。みんなこっちを。和気あいあいと撮影が進む中、親友の死を知り泣き崩れるシーンでは、気持ちを作るため最小人数のみ部屋に入り撮影された。引きこもってこのままじゃいけないからっていうのを一応部屋の最後に言ってた。さっきのその闇シーンから急に外は不自然。闇シーンはむしろちょっと年月ある感じで、何ヶ月後か、まあ、そこまでは緩いだろ、そこに確かに。ちょっとこのままじゃいけないから、まあ、今じゃ本人生きようみたいな感じで、こうなんか出るみたいなところからじゃないといきなり外ってなったし。朝から続いた撮影もいよいよラストシーンに。さまざまなトラブルもありつつ、イメージ通りの作品を作り上げた。こうやってそこでそのままで。そして迎えたディスペアトゥーホープ最終章。ジャスパーが最後に用意したのは女性視点で描かれたバラード曲スノードロップ。辛い恋愛から抜け出せずに苦しんでいる女の子の心情を描いた楽曲となった。まあ、このタイトルがスノードロップって言うんですけど、スノードロップっていう花の花言葉が、まあ、希望っていう花言葉なので、今回のこの3ヶ月リリースのディスペアトゥホープっていう絶望から希望へっていうテーマとすごい合ってるというか、僕はこのスノードロップっていう花をこの恋恋愛っていうものに例えて、一人の女の子の抜け出せれない恋愛、まあ、辛い恋愛もあるし、まあ、いい恋愛もあるんだよっていうのをこの曲でちょっと表したかったなっていうのがあります。こういったバラードの曲はサビで一番この曲の伝えたい部分だったり、どういった思いでこの曲を作ったのかをサビに持ってきたいっていうのが、まあ、僕は結構あって、サビが一番こだわったかなっていう感じですね。そのこだわりはミュージックビデオの撮影でも随所に見られた。今日は、ジャスパーのスノードロップというミュージックビデオにご参加いただき
ございます。ちょっと長いんですけど夜までよろしくお願いいたします。お願いします。キャストにはアベマのオリジナル恋愛番組今日好きになりましたに出演し話題となった現役高校生タレント水戸優奈と、同番組で彼女とカップル成立した岡田蓮、そして人気 YouTuber セリシュンの君。一回動きのテストできたよ。いや、あった方がよく、カバンってこれしかない。いや、まだありますね。なんか大きめのってあります。あ、大きめのカバン、シルバーのこうやってかけるやつね。あ、そっちに。それって次使いましたっけ。それ使われて今とか。ああ、じゃあそっちのがいいかもしれない。外れた時に、外れた時に、落ち込んでるね。いい、OK です。大丈夫です。大丈夫です。今回のミュージックビデオはジャスパー初の全編ドラマ作品。ゲスト監督として今ティーン層に話題のバンドからも支持を集めている人気映像クリエイター、アフガンレイ氏が参加してくれた。あ、置かないでか。確かに置こうと思ったら、うんみたいな。そう、なんかこういう方がいいよ。うん、いや、こっちで、こっちで、うんみたいな。あ、そっちに次元する？はい、こっちに。で、あっち見といてほしいんで。で、ちょっと向こう見る。あ、体も全部。ごと、ちょっと。あ、そう。半向き。あ、それもいい。こっちの方がいいよね。そうですね。そうしないと、こうやってかがんじゃうと、はい、全部隠れちゃう。確かに。今ので、ひょっと出てきて、あっち見る感じ。あまりこういう MV の機会ってあまりなくて、 でもいろんな方と触れ合えてすごい楽しいです。自分のやつはすごい丁寧にというか こだわりたい部分とかたくさんあると思うんですけど、そういうなんか熱量というのか、そういうのがすごい見てて、あ、すごい自分の作品もっとより良くしようっていう気持ちがすごい感じれて、だから自分ももっと頑張ろうって、演技ちゃんと頑張ろうって思いました。もう本当にこの MV の台本を見た時に最後が印象的すぎて、そんなないじゃないですか。だからそれを楽しみつついい感じにその演出とその私がそこにいるっていうことを意識して良い MV にできるように今回の MV の中で一番力を入れてるシーンというか、はい、でなんかどこかあったりします？いや、あるんですよ。でもこれからですね、夜のシーンですね。ちなみにどこの場所ですか？あ、ちょっと内緒ですねまだでもそうですね、なんだろう、なんか最初に撮った細かいところが最後にあみたいな、なんか見てる人をちょっとなんか驚かせるような、まあ、仕組みとかも作ってるので、そこをこれからこう夜にかけてちょっと頑張っていきたいなと思います。そして撮影もいよいよ大詰め。最初はちょっと笑顔を見てワクワク感で、でもこっちはもうバーって別れようみたいな感じで行って去る感じで。でもすぐこの距離で別れようでいいんですか？来てすぐちょっと見てから、すぐもう別れようって言ってから、うんうん、そうそう、うん、ここでジャスパーが今作で最もこだわったという撮影シーンへ。雨を降らしたいなと。最後のそうですね、雨のシーンなので、雨降らしてみんなびしょびしょになってもらいます。別れを告げられ、絶望に打ちひしがれる彼女と、救いの手を差し伸べる運命の相手。このラストシーンに雨を降らせることで絶望と希望を最大限に表現した。
スローです。ひなちゃんが泣いてるところに後ろからこう開いてあるやつをかぶせて、自分は最初開いていっていいんですか？開いていって大丈夫。大丈夫ですか？じゃあ3、2、1でレンさんの方に向いてください。はい、じゃあ行きますよ。3、2、1。はいはい、OK です。皆さんこれで終わりだもん。振られて、その絶望になの中、こう雨が降ってくると余計絶望になるんで、それをちょっと表したくて、でさらにその絶望の中、こう傘を差し伸べることによって、そこがこの僕の曲で伝えたい希望っていうか、小さい光みたいな感じにしたかったので、この雨のシーンは僕的には結構必須でした。いや、やっぱり雨を降らすなんてすごい大変ですね。はい、まあ、そう、今回本当にそういう、まあ、多分今までで一番大きい規模の撮影だったので、人数的にも一番多かったし、まあ、大規模の撮影だったので、いや本当に皆さんのおかげでもあるし、本当に皆さんすごい動いてくれたし、演者さんももう本当にずぶ濡れで、本当にこんな寒い中頑張っていただけたのが、もうもっともっと僕のモチベーションにもつながるし、まあ、本当にこの曲をたくさんの人に届けたらなっていう思いでいっぱいですね、今。ディスペアトゥーホープ、絶望から希望へ。これがジャスパーが音楽を通して伝えたい思いを形にした挑戦の記録。これからも様々な角度からメッセージを伝えてくる彼の音楽から目が離せない。